今日は、昨日から4月28日から始まったミラキュラスとキャラ撮りのコラボのドリンク、フード、あとアクリルスタンドなどなど買ってきたので紹介していきたいと思います。今日が2月じゃなかった、4月29日土曜日なんですけれども、たまたま大阪に仕事で用事があったのでタイムリーに大阪のこの、日本橋店でやってるっていうことだったので仕事があって急いで行きましたが、本日とても大雨です。雨なのでとりあえずホテルに戻ってきたんですけれども、もう戻ってくる途中でめちゃくちゃほぼほぼドロドロになりつつも、なんとかして守りつつ自分の身はびしゃびしゃになってしまいました。まあ、でもいいです。もうめちゃくちゃ土砂降りでした。なんかもうドリンク作ってくるもらってる時はもうすごい降ってて、でもなんか帰ろうとした時に神様の恵みなのかエンジェルアグドリアの恵みなのかわからないけど、ちょっと病んできたんですけど、もう土砂降り。はい、この時すでに疲労困憊、みんなを絶対に守りきるぞ、連れて帰るぞという思いと裏腹にどん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 溶けていくのを見てとても不安な気持ち、全身びちゃびちゃ満身創痍、どんどん溶けていってもう心が折れそうな肉の時間で、また5月月末にも最後の最後に秋葉原本店の方に友達と行くことになってるので、大体はもうそこで買うんですが、この5月12日より前に出てるもので買えるものをとりあえず買ってきました。まず1個目がこちら。途中で喉が渇きすぎて先に飲んじゃったんですけど、これがマリネットのドリンクで、これを買うとドリンク1点注文につきランダムで期間中のノベルティを1枚プレゼントっていうものです。マリネットのドリンクがピンクレモンシロップ、カルピス原液、炭酸水、いちごホイップ、ハートシュガー、エディブルフラワーです。すいません、なんか汚いけど、これがエディブルフラワーぐちゃぐちゃと、なんかハートもあったんですけど、もうなんか途中雨に打たれ電車で無事にホテルに連れて帰れるのだろうかと不安になりながら飲みました。味は美味しかったです。なんかでもちょっとさっぱり炭酸みたいな、で前にこれキャラ撮りの馬娘コラボの時も行ったんですけど、なんか美味しかった、同じ感じです。でこのドリンク、普通のキャラ撮りのドリンクは全部で9種類あって、レディバグとシャノワールもあるんですけれども、まあ、それはまた次の時に飲もうかなと思ってます。で次こちら、これめっちゃ可愛い、これはテイクアウトスイーツってやつで2種類あって、マリネットとティッキーのものとグラシエーターのものがあって、めちゃくちゃ迷ったんですけど、とりあえず今回マリネットとティッキーのにしました。でこれが内容が、バニラシフォンケーキ、多分下の方にあるのかなと、いちごホイップとハートシュガー、フランボワーズフレーク、アラザン、サクランボ、ミント、ミントがある、ミント、なんか瞳だ、瞳だよ、今日出先なのでいつものお人形がいないですが、瞳の色、瞳、これはマリネットの目玉のミント、ミントじゃなくてこれブルーの、これなんだろう、アラザンだ、アラザン、アラザンがマリネットの瞳であります。で、チョコチップクッキー、すごいレディーバグって感じで葉っぱもあります。はい、で、これもテイクアウトスイーツ1点注文につきランダムでノベルティがプレゼントされるこれです。なんかレジでもらうときに絶対に見ないぞという感じでもらってきて伏せてあります、これですね。で、さっきのこっちのマリネットのやつもコースターがついてくる、これです。です。はい、で、次は今回の大本命なんですけれども、スペシャルドリンク、アドリアンとルカです。これはどっちも買いました。最近シーズン5の一番新しいの見てから、なんか今まではルカはちょっとなんだろう、申し訳ないけど私にとってはすごいなんだろう、ラブスクエア上ちょっと邪魔な存在というか、いやでもめちゃくちゃいい、めちゃくちゃむしろアドリアンよりめちゃめちゃかっこいいんだけど、でもなんかどうしても認めたら終わりだみたいな、なんかすごい葛藤があって、どうしてもなんかみたいになってたんですけれども、なんかシーズン5でなんか何かに認めてしまって、それが2日前なんですけど、なんかちょっと好きになっちゃったからこれも買いました。なので、でこれが特典、これの特典がめっちゃ特別特典で、ブロマイド、あの場面の前のファミリーマート、セブンイレブンであったブロマイドみたいな感じで、全部で6種類ブロマイドがあるんですが、このブロマイドがアドリアン3枚、ルカ3枚なんですね。なので、2日より前まではもう博打で、恋のライバルか本命どっちかが当たるかっていう、もうなんか、ピンキリみたいな、6分の3本命、6分の3ピリみたいな感じで、わーっと思ってたんですけれども、もうなんか、どれが出てもめっちゃ嬉しいみたいな感じになりました。日本橋から泊まってるホテルまでそんなに遠くなくて30分ぐらいで来れるところなんですけど、ちょっと土砂降り豪雨だったのもありも、なんかドロドロです。で、このクッキーがエンジェルアドリアン、でもなんか半分浸水してボヨボヨです。で、こっちが正面ルカです。はい、でなんかこれもなんか食べるのもったいないからレジンで粉乳して、なんかクッキースタンドみたいにしようかなと思ったんですけど、調べたらなんかクッキーをレジンに粉乳するのはなんか油分とかが出てとてもダメって書いてあったので悲しいですが、後で食べたいと思います。はい、じゃあ順番にどんな味かというと、ルカはブルーキュラソーシロップとラムネシロップ、あ、青リンゴエイド、炭酸水、ミントホイップ、アラダン、パチパチキャンディ、ミントです。パチパチキャンディもなんかこれもルカの瞳やらイメージがとってもかっこいい感じでできてます。で、
横の緑、アデアの瞳の色のブルーキュラソシロップ、イエローベリーシロップ、カルピス、オレンジジュース、すごいめっちゃいろいろ入ってる。カルピスにオレンジジュースでホイップで、スターシガー、星が交わるように愛し合うみたいなオープニングの歌詞と全く一緒ですね。スターシガーとプチカラーマシュマロ、このポワポワのアドリアみたいなポワポワのマシュマロがあってミントが乗ってるというやつです。めっちゃ可愛いです。なんかもう本当はもっとモリモリしてて綺麗だったんですけど、ちょっとドロドロしてきちゃいました。残念です。はい、でこっちが食べ物で、でこれがその特典で、あとこっちの銀ギラ銀の4枚は透視アクリルスタンド A ってやつで、後半本当はこの次に出るやつボリューム4ってやつかな、 B だ、アクリルスタンド B ってやつが5月12日から発売するんですけれども、そっちのなんかダブルピースアドリアンじゃなくてダブルピースシャノワールとなんかヨーヨーシュッてやってるマリネットじゃなくてレディバグがいて、それが絶対に欲しいんですが、ちょっと予行練習がてらこっちの A の方にはなんかシャーってやってるシャノワールとなんかよいしょってよいしょってカスタネットじゃなくてあれあれヨーヨーを持ってるマリネットじゃなくてレディバグが入ってるので8分の2の確率で当てたいなと思ってとりあえず4枚買いました。はい、じゃあちょっとまず先にこっちの食べ物の方をちょっと食べてみたいと思います。もう飲み終わった。さっぱり美味しいマリネットみたいにとっても可愛くてかっこよくてすっきり爽快な味、めっちゃお腹すいたのでこれを食べます。これがバニラシフォン入ってるやつですね。マックのグラシエーターの方は本当になんか作中にあるみたいな感じでコーンフレークにホイップアイスとかがあったんですけど、まずアイスがここにたどり着くまでに絶対溶けるなと思ったのと、なんかグラシエーターっていうとなんかもうちょっとマリネットとアドリアンがもらったラブラブアイスみたいなのが食べたいなと思ったんですけど、別にそういうデザインでもなかったので、とりあえずマリネットとこのピッチーみたいなさくらんぼちゃんこれですねがあったので、これをに今日はしました。おいしい。なんかさくらんぼ私あんまり好きじゃないんですけど、なんかあんまり甘くないさくらんぼで美味しいです。これはまたアドリアンとシャノワールからの愛の塊とこのレディバグみたいな赤いつぶつぶとマリネットの瞳、これです。いただきます。なんかホイップクリームしか食べなかったんですけど、ホイップクリームもめっちゃ美味しい。このハートがカリカリで美味しいです。アドリアンとシャノワールのカリカリの愛があってスポンジケーキが出てきました。このハートがめっちゃ美味しいね。なんかサクサク、でもなんか自分の身を捨てて大雨から守って帰ってきたのでめっちゃ疲労感というかお腹が空いて美味しい。葉っぱです。あ、でこれはチョコチップクッキー、テントウムシ、日焼けしたテントウムシみたいなレディバグみたいな感じです。なんかこれはしっとりクッキーです。シロップ、ライムシロップ、青リンゴエイド、いただきます。おいしい。なんかパチパチキャンディーの全然パチパチしないと思ったけど、あ、この上に乗ってる。ちょっと上側も食べたいと思います。めちゃくちゃすごいミントの味です。なんかチョコミント好きなんでいいんですけど、なんかちょっと苦味を感じる。すごいなんかおお。めちゃくちゃミント、なんかでもこれ全部食べきるの結構苦しいかもと思ったんですけど、普通に全然一気飲みをできてしまうぐらい、そんなにめちゃくちゃ甘すぎないからいい感じ。ちょっとこのルカを、いただきます。
クッキー自体はすごく美味しいんですけど、ミントがやっぱりなんかちょっと甘みが逆に足りない。なんかいやでもそう思うとなんかあるかなね。すごいマリネットとアドリアのことを思ってすごいいろいろ辛い思いをしてるけど、なんかねっていう感じ。すごい優しい子だなっていうのに2日前に気づいて、今までなんか恋のライバルだからと思ってすごい敵対しよう、なんか勝手に敵だと思ってたけど、ごめんねって感じなんですけど、あーなんかこの苦い理由多分混ぜてないからかもしんない。下にすごいシロップが溜まってた。いやでも混ぜてもそんなに甘くない。うん、ちょっと一旦ドリアに行きます。ちょっとこの後普通に夜仕事とかが時間があるのでちょっとずつ飲んでいく。あ、ドリアンです。はい、ちょっとじゃあまず最初にこの星が交わる愛の星を食べてみます。これ、うん、おいしい。なんかやっぱりあのハートと同じでカリカリしててすごく美味しい。なんか今回ので一番好きかもしれない。二人の愛が詰まったお星様です。でこっちがアドリアみたいにポワポワなマシュマロ、うん、マシュマロです。うん、マシュマロ。なんかちょっとやっぱ苦味を感じる。え、なんかなんでだろう。のでドリンクはブルキラソーシロップ、イエローベリーシロップ、カルピス、オレンジジュース。カルピスっぽくないけどちょっと混ぜてみます。あまり激しく混ぜると沈んじゃうから。もう持ってくる時点ですっごい浸水ちゃってぐちゃぐちゃなんですけれども、ちょっと飲んでみます。あ、でもなんかマリネットが一番美味しかったかもしれない。なんか可愛いマリネットらしい味でした。うん、でも確かになんかミカはちょっと苦っぽい味で、アドリアンはなんだろう、これオレンジジュースって感じなんかオレンジジュースとカルピス混ぜた味でした。うん、可愛い味でしたです。はい、ちょっとなんかでも気持ち悪くなってきたんで、このホイップクリームは残しといて後で食べて。アドリアンも食べたい。ああ、かわいいの。え、うん、なんかアドリアンの半分どっか行っちゃった。とりあえずいただきます。うん、あ、もうだんだん見つかんない。アドリアン、どこ行っちゃった。はい、全部飲み終わりました。あれからかれこれ2時間ぐらい経ったんですけど、もう氷も溶け水分になり、生クリームを食べ、生クリームは結構食べれる方なので全然大丈夫だったんですけど、なんかお腹がすごい膨れました。でもとても美味しかったです。可愛かったし。でいよいよ一番楽しみにしていたこのアクリルスタンドと、こっちが特典のポストカード、ポストカードがあのスイーツについてくるポストカードと、コースターがマリネットの普通のキャラドリのドリンク、こっちがスペシャルドリンク、アドリアンとルカのスペシャルドリンクについてきたブロマイドです。で狙いはもちろんレディーバグとシャノワール。こっちはこの第一弾のなんかシャシャーってなってるアドリアンじゃない、シャノワールとレディーバグはなんかヨーヨーをなんかテテテテ持ってるやつ、掲げてるこんななんか持ってるやつが絶対に欲しい。でコースターはあれ、コースターって誰だったんだっけ、レディーバグ、え、ちょっと確認しよう。わかりました。シャノワールはいなかった。コースターは第1弾は、レディーバグとアドリアンだけ。とりあえずその2人狙い。あとあのバイテリオン、ルカが変身した姿もちょっと最近はルカにもときめき始めたというちょっと愚かな行為ではないけれども、ちょっとねなんかわーってやーってなる感じなんですけど、バイテリオンが出ても多分ちょっと嬉しい、うん、でもレディーバグとアドリアン狙いでとにかく行きたいと思います。でポストカードの方はこのキャラ撮りのなんかデザインみたいな、あのウムスメの時もあったドリンクなんかギュッてしてるようなやつのデザインなので、それのマリネットかシャノワール、アドリアンかレディバッグかシャノワールで、レディバッグとアドリアン、シャノワール、マリネット、なんかいろんなパターンであったので、逆転してるやつとかレディノワールとか、そうそこら辺でもいい、なんでもいいから、とりあえずそこら辺この2人はとにかく欲しいですといったところです。はい、じゃあどんどん開けていきます。どっちからにしよう。とりあえずこれ 一番楽しみなここブロマイド後にして、先にじゃあコースターからいきます。せーの、ナタニエル、ナタニエルが出ました。ナタニエルはレディバグが好きな子、とってもいい子です。はい、次ポストカードいきます。ポストカードは確率が高い、割と8割ぐらい誰かしらに当たるので楽しみ。せー、マリネットです。めっちゃ可愛い。
わいい、マリネット出ました。なんか、あ、これティッキーだ。なんかグミみたいなティッキーが映ってます。でリリーバグみたいなマカロンとかスイーツとかもとてもかわいい、かわいらしいマリネットです。いやこれ嬉しい、かわいい。はい、どっちから開けよう。とりあえず1個だけ開けてみよう。じゃあアプリルスタンド開けていきます。体勢を変えました。ちょっとホテルのありものガタガタコーディネーションいきます。せーの、あげてる感じがめちゃくちゃ可愛いです。うん、このポージングのグッズとか何も持ってないからめっちゃ嬉しい。このポージング大好き。あった、とりあえず1個目めっちゃ嬉しい。どうしよう、もうこのままいっちゃう。とりあえず2個目いきます。この流れでシャワール来てほしい、シャワール来てほしい。あ、ゾウイです。ゾウイの変身なんだっけ、ベスフェリア合ってるかな。ベスフェリアゾウイです。立ち飲みだけはを黒いから引き継ぎ、変身姿です。とってもいい子です。ちょっとこの流れで次めっちゃ一番楽しみにしたプロマイドに行きたいと思います。めちゃくちゃ一番大狙いはエンジェルアドリアンです。天使の羽が生えたアドリアン、絶対に欲しい。でも今ならルカが出ても嬉しいです。みんなどっちでも2人ともマリネットを愛するとっても優しい男たちなので、でも天使が欲しい。なんかポイってやってるアドリアンです。かわいい、天使出てほしい。いきます、ルカです。いや嬉しい。いやなんかでもいざルカが出るとちょっとアドリアンが欲しいってなっちゃうけど、まあ、いやいやそんなこと言ったらダメ。最近ちょっとルカのこと好きかもとか言い出しちゃったからかもしれないけど、なんかマリネットの取り巻きが2人手に入りました。いやでもなんかどっちともこのノーマルタイプというか日常的な感じだから、あのエンジェルアドリアンが欲しい。はい、まあでもちょっと5月末も行くのでその時にリベンジしたいと思います。いきます。ジュレカ、これ多分ジュレカです。パープルタイグレス、パープルパイブレタイブレス、パープルタイブレス、めっちゃ覚えたんですよ勉強して。パープルタイブレス、うん、ジュレカが変身した姿でめっちゃ可愛いですよね。このなんか色味が好きです。めっちゃ美人で、うん、この子もとてもいい子。最後になってきました。最後いきます。あ、それやべ、絶対違うよ。ちょっと頭が見えた、絶対違う。でも多分ルカの気がする。まあいいか、いきます。せーの、あーやっぱり、いや、いいけど、絶対いいんだけど、サイレンサーです。あのルカがアクマタイズされちゃった方の、バイテリオンじゃない方のやつ、なんかパクパクするやつ、パクパクしてる子。なんかルカの優しさから生まれてしまった悪魔タイズされちゃったやつです。大本命のシャノワールは出ず、まあ、でもデビューバグ出たからめっちゃ嬉しいけど、うん、かな。全然みんないい子だから、うん、ここ、まあ、マリネットとアドリアのお友達たちとデビューバグとマリネット、シャノワールがいない今回。まあ、でも今回の一番嬉しいのはこれ、ちょっと日常アドリア、日常ルカ、マリネットです。かわいい。はい、ちょっとじゃあ5月末にリベンジしたいと思います。